1960年にアメリカナッシュビルのグランドオールオープリーで東洋人最初の出演者として、そこからずっと日本のカントリーを引っ張ってきてくださっております、大野義雄さんのご登場です。よろしくお願いいたします。I can't understand.
あ、そうですね。スヌード君忘れちゃった。フランカ・ジョーンズって人がいろいろホラー吹きソングで同じ目ですけど、聞けば、あ、あの曲昔あったな、カントリーの好きな人なら言うと思うんですけども、はい。はい。お花、ほんと。お花っていうのは結構重いんですよ。素晴らしいね、本当に。ちょっと、あ、終わりね。ありがとう。まだあります。また、いるもんだね。360円で、そんな時にグランパ・ジョーンズもやってましたからね、若いのにおじいさんみたいな格好して歌ってた。その人の大ヒットソングです。グローマウンデュShut up, man.
本日の授業プリ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。それでは最後に本日の出演者皆さんに出演していただきたいと思います。そして、バンドの皆さんもぜひステージのセンターまで来てください。よろしくお願いいたします。それがいいですよね。この曲で締めくくりたいと思います。ようかん。